大谷翔平が野球を始めてから今日まで1位以外を目指したことはないし、負けていいと思ったこともない。野球を始めてから今日まで1位以外を目指したことはない。そういう意味では負けていいと思ったこともないし、自分の中で目標の一つである大会で勝ちたいと思うのは自然な流れかなと思うのが率直なところかなとします。当然だよな。まるで負けていいと思ってる人がいるみたいじゃん。いいの、いいの。なんでエンゼルス選んだんだよ。外から見ただけじゃここまで勝てんチームとは思わなかったんやろ。こりゃエンゼルスと契約延長は100ないな。まあエンゼルスでプレイするのは99今年までだな。聞いてるか？ビッグボス。来年は青いユニフォーム着とるやろな。今日の大谷こそかっこよったな。キャプテン翼やろあんなん。少し引いたわ。去年のハムのことどう思ってたんだろ。